私たち忍を、まあ、吹いてるんですけれども、忍は半音ごとに調子が1本調子から12本調子まであります。でこれが一番大き1本調子で一番低い音ですね。一番高い音は12本調子っていうのがありますけれども、これ全部その相川に入ってる忍だけから自分たちで作った笛です。次は私児玉と申しますけども、武田の子守唄を吹かせていただきます。
続きまして、原田悠里さんが歌ってヒットしました木曽路の女を吹かせていただきます。秋も深まってきましたので、里の秋を吹かさせていただきます。